さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回もスーパー Z ですね。アシェットさんからキット提供していただいてもらっております。では早速やっていきましょう。今回はね、66号となっておりまして、バルブの組み立てと配管、ハーネスの取り付けというふうになっておりますので、こちらをやっていこうと思います。で、66号はこんな感じですね。中身はこんな感じ。では、とりあえずジャッと出しますか、ジャッと。で、そしてまあこんな感じで細かいのがあるんですが、使っていきますのはほとんどこちらにね、取り付けていくような感じになっておりますので、準備しておきましょう。では行こう。よいしょ。一旦避けておいて、付属されていたこちらのパーツたちに付けていきますよと。これか。この、どう向きに見るのかよくわからないんだが、とりあえずこれを使う。ちょっとこれに切る場所が違うんで気をつけていきましょうね。変なね、ぼっちが。ゲートとね、製品と、パーツか。間違えないように。で、こう向き、なんか見にくい、こうでいいのか。一応切り欠きみたいな案内もあるんでいいんですよ。これでこうつけるよと。つけるけど、ここに接着剤をつけてねというふうになっておりますんで、接着剤でつけていきましょう。ちょんと出して、グッと入れていく感じかな。はい、いいかな、これで。これもちゃんとね、向きが、どっちか、こうね、先端が少しこう、あ、はい。先端が少しね、違いますんで、こういう感じですね。違うんで、間違えないよ。あれ、なんか抜けた。つるつ。なんだろう、なんか、接着剤のせいじゃないと思うけど、手に色がついた。なんだろうな、接着剤のせいかな。で、これも切り欠きに合わせて、つけていきますと。こんな感じですね。で、そうしましてちょっと一旦置いておいて、これをこのようにつけますが、これも接着剤でつけてねと。ちょっとゲット。で、そうしたらこれをちょっと一旦避けておいて、こちらですね、タンクみたいなのがあるところ。場所がどこ、これ。どこ？裏？あ、裏か。裏から見ての、こうか。逆か。あ？なんか見方がわからん。はい？本当にわからない。こう見るのか。え？どこ？多分向きはこうで合ってると思う。え、どこ差し込むとこ？ここね。ここにこう差し込むよと。つっと。すっと。奥までいるんじゃなくて、これでいいの？本当になんか、奥まで入らない。これでいいんだ。え、本当にいいの？これで。うわぁ、なんかポロリっていきそうだなぁ。これでいいでしょう。取れない？大丈夫？まあ、速乾性ではあるから、大丈夫そうだね。オッケー。落ちてこない感じ。よしよしよし。で、そうしましたら、こちらの、一回がわからない。どこのこと言ってんだろうか。これが、こう見るのか。こうだ。
こを見て、おお、マジでわかる。リズラン。そんなパーツ、あ、これか、これか、これだ。これに、これだ。わかりづらい。この穴にこれを通して、で、通したやつを、この方、これに、ああ、なるほど。ちょっと、縫うように入れるわけですね。こうやって持っておった方がいいのかな。ここに、これを、こう通して、こう入れての、入らない。むず。まずこれをこう入れると。こう入れて、ここを。あ！こう入れて、ここまでは入る。ここを乗り越えないといけない。あ、この、あ、入った。ここ、で、ここの、ぼっちが飛び出て、いるやつを。こうだ。できた。流し込む。これでついた。できたよ。そうしたら、うん、正しく向きになってる。OK でしょう。そしたら、終わり。そしたら、ここに飛び出ている、これ。これね。これ。これを、ここにこうやって差し込む。ここにこうやって引っ掛ける。こうやって。で、これも、ああ、メガネ当たった。ごめんなさい。おい、ちゃんと。どうでもいい話をしながらね、今回はできるなーつって思ってたんだけど、どうでもでいい話をしながら、やるようなことの、やれるような、あれじゃなかった。あ、これは簡単。これここに入れる。こうやって。で、今こう出したこいつにくっつけるよと。これはこう言って、これを、ここにこう、距離感が、バッチリすぎて、すごい。で、ここ接着で、ここも接着流し込むで、速乾性なんで少しちょっとこう調整している間に固まる。すごい距離感だな。バッチリだな。こんな感じ。ね、できた。で、そうしましたら、今のをつけて、今度、ちょっとなんかね、今度はめんどくさいよ。これですね。ハーネスの取り付け。これを、この束。まずは、こちらを、こういう風に見て、こうつけるのか。こういう風になるから。ここにつける。こうですね。パイピングって本当大変。くっつく？くっついた？あ、くっつき始めた。よし、オッケーオッケー。そうしたら、この束を、ぶち込むらしいんだけど、これ頭をさ、ちゃんとこう、揃えて、
置いてあげて、ここにこれ全部入れる、多分全部入れる、何本ある、 1,2,3,4,5,6 多い、 1,2,3,4,5,6 もう一回数えちゃった、いやちょっと多いよなと思ってさ、2本っぽい、 1,2,3,4,5,6 よし、これをこの頭を揃えて綺麗にね、でこの中にこう入れてやる。じゃあ今ね全部入れようと思ったらなんか多くねとか思って、で入れるんだけど、これ入るのかな、6本なら、ああ入ったけど、ここに接着剤を入れてからやりなさいねっつって書いてるんで、ここはちょっと強力なやつがいい。これでもさ、どんなが瞬間接着剤はあれだろうな、ちょっときついかもしれないので、デコプリでいく、もうちょっと本当だったら強力なやつがいいのかもしれないけど、今ないんだよね、ここにね、この中にちょっと入れるの、こうやってちゃんと。デコプリだとさ、ちょっと乾燥が遅いんだよね。こうしてこうやって入れます、全部入れます、こうやって、あ、入ってなかった、1本入ってなかったやつは、おい、入った。これでちょっとね、一本一本ピンセットかなんかでこうして、本当に奥に入ってるかどうかを確認しておいてあげないと、ね、接着剤でくっついてなくて、えらい目に遭いそうなんで。で、これつけました。つけたら、これを、ここに、この穴、こういう感じでつけます。こういう感じですね。これもなかなか厳しいね。こうか。で、こういう感じでピタッとこうくっつけたいので、ここにも流し込んでおこう。ピタッと。この壁にね、しっかりとね、こういう。R の形がめちゃめちゃ綺麗に入ってる、ついてるんで。できた。こんな感じ。で、そうしたらこれを、一本一本、ここに穴あるじゃないですか。ピン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 ってこうね、フォルトレスを、ここにね、穴開いてるんで、見えるかな ?6 箇所。ね、ここ。画面上でいうと。ここついてるんで、ここに6箇所、こう、熊手みたいな感じにしてやるんですが、今おそらくやると、接着剤が乾いてないので、ね、とんでもないことになりそうな気がするんですよね。なんでそれはまたにしておきます。あれちょっと待って、俺もん、ちょっと待って、え、ちょっと待って、これさ、今俺もしかして捨てちゃったかもしれないっすっていうのを1本見つけた。ここにあるんですよね。プラグコードもいい。次にそのプラグコードをね、このブラケットにはみ込む。このね、156-14、この3本ですね。これをここに差し込むって。この線、俺捨てちゃったケース、この前線、今いらないんだなって言って捨てたんだよ。ね、捨てたと思うんだよねと思ったら、あった、よかった、じゃあこれ何使うんだろうとか思ってさ、このタブで余ってとか思って、ふう、焦ったぜ。で、これを刺して、これも接着剤の乾燥待ちとなるので、さ、この時点でね、しっかりとつけておかない、こう向きでいいのか、この
この縛ってあった針金はさすがにいらないでしょ。これこれこれね。でこれちょっと分けておかないといけない。今回ついていたこの短いやつはちょっと一旦これ避けておいて、これゴミで、これも、ああ落ちた、こんな感じですね。でこれをデスピにつけるんですね。このこれ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 で、どこにどれを刺すかっていうのも書いてありますんで、それに従っていきましょう。でさっき言ったみたいに乾燥待ちっていうのがどうしてもありますんで、これをまず1本こうやっててちょんとこうつけて、ちょっと盛るような感じでね、少しね多めにね、じゃないと接着されないんでね。そしてくっつけたら、まず1本ここ、この上のところにくさっと刺す。これ奥まで入って、はい、これもうちょっと奥まで入るようにしていてほしかったね。一本一本丁寧にやっていくよ。いやー、こんな予定ではなかった。もうちょっとこう、ね、アシェットさんに、ね、動画は好きなように撮ってくださいって言って言われてるんで、どうでもいい話でもしながらやろうかなって思ってたんだけど、ちょっとパイピングとなると話は変わってくるな。よし、こうやって。ちょんとこう、ちょっと気持ちね、ちょっとこうやって盛るようなね、ついてきゃついてるぐらいの感じの方がいいかな。あまりカラカラでペタってこうシビアにつけてしまうとあまりよくない。ドバッとつけた方がまだ、接着しろみたいな感じ。で、上3つにとりあえずこうね、差し込んでおいて、まあね、いつも言いますけど、デコプリだったらね、乾いた後でも、まあ乾く前でもそうですけどね、取ることができるんでね。こんな感じ見える？わかる？ほら、こうね、上のこの三角三つっていう感じ。そこに刺しますよと。で、とりあえずはこれで OK なんですよ。で、この線をここに、この熊手のね、ちっちゃい熊手みたいな、ここに、引っ掛けつつの、でやっていきますと言います。で、残りの3つっていうのも、同じような感じで、今度、こいつ自体はこっちにこうはめたじゃない、はめるじゃないですか。だけど、この今新たに生やした毛は、ここに1本ずつこうやって入れていくよと。で、毛、1、2、3、4、5、6本ですね。ここ、あと残り1、2、3本が、この下に、順番についていくよという感じです。では、ちょっと一旦ね、固まってからね、進めていこうと思うんですけど、とりあえず今回は、この感じにしますが、次回の時にですね、こんな感じになりましたよっていうのをね、お見せしますんで、今日はね、この辺にさせてもらおうかなと思います。ということで、今日はこの辺で。だまた。Come on.